冬樹さん、はい、簡潔に答えるように。わかりました。約1年3ヶ月ぶりのライブです。心境は？いや、楽しみです。これぐらい簡単でいいんですか？もうちょっとボコボコ1年3ヶ月ぶりも空いたんだっていうのでちょっと今びっくりしたんですけど、まあそれの間が空いてるぐらい鼓膜ちゃんたちを我慢させている状態なので、その我慢をこのね10月31日にぶつけたいと思っております。ありがとうございました。続いてマリコ様、2度目のライブが延期中止になった時はどう思いましたか？いやー、なんかちょっとショックだったんですけど、まあちょっといろいろね台風とか仕方のない状態だったので、なんかみんな鼓膜ちゃんたちがみんな 100% 楽しんでもらえる状況でやっぱイヤホンのライブやりたいと思ったので、まあ今回は致し方なしということで思いました。はい、ありがとうございます。そしてオンラインショーはどんなライブにしたいですか？いや、オンラインショーっていうことで、今回もお客さんたちが目の前にいなくて、やっぱ画面越し1個フィルターを通すわけじゃないですか。だからこそちょっと映像ならではの演出とか今結構スタッフさんからいただいてて、それがどんな感じのものになるのかなっていうのが私もちょっとよく分かってないので、とりあえず演出を皆さん期待していてください。素敵ですね。はい、最後です。コマクちゃんたちへメッセージお願いします。はい、早く会いたい本当に早く会いたいです。でもね、今回のオンラインライブということで、本当にオンラインでもみんなが一緒になって一体化できるようなライブにしたいなって思っておりますので、こちらも皆さん期待していてください。また早く会えるのを楽しみにしています。楽曲こと長瀬ゆみでした。バイバーイ。ありがとうございました。